はい、皆さんこんにちは。ガムシロと申します。ということでね、今回やっていくのがお能に、毛量の住む家ですかね。ちょっと最初の毛量という字がわからないんでだいぶ調べたんですけども、今回これをやっていきたいと思います。ちなみにですね、これがですね、前回というか、ちょっと前にやった鏡獣島とか、なんだった音歴とかを作ってる会社のソフトですね。ちょっと、音、大きいかな？まあいいや。ちょっとそこら辺は後でやります。はい。じゃあ、進めていきます。ニューゲームで。女の子ですね。この町では以前から奇妙な失踪事件が頻発していた。私のお姉ちゃんは雑誌記者で、事件を熱心に追っていた。そんなある日、突然お姉ちゃんからの連絡が途絶えた。嫌な予感がした私は町中お姉ちゃんを探し回っていた。2018年8月28日、都内某所。何？今公園を探してるの？ごめん、今からは無理かも。もう少しお姉ちゃんを探したいから。なんだか家族の人と電話してんのかな。こんな道あったかな。あ、ごめんごめん、独り言。道の奥にあったのは古びた洋館。なんかバイオハザードみたいな感じ。なんだろうこの建物。あのさ、公園の奥に建物があるって知ってた？誰に電話してんの？あれ？圏外になってる。おかしいな、電波障害？あれは？何？やっぱりこれお姉ちゃんのだ。お姉ちゃんのこれ何？じゃあまさかこの建物の中に。いや、その前にこれは何ですか？わ、雨。何？今の声、中から鍵がかかってる。いや、警察に電話しようもん。どこか別の入り口は。え、なんでこの子がさ、え？開いた。ちょっと待って。それはまるで斧を持った鬼のようだった。こいつから逃げなきゃ。その時私の全細胞がそう叫んだ。そして私は導かれるように逃げ込んだこの毛量の住む家へ。こいつなんか鏡獣島で出てきたな。お能に毛量の住む家。嘘でしょ、なんなのあれ。お姉ちゃんここにいるの？めちゃめちゃ動けるの？ああ動けますね。あ、間違えた。ピッていうなんか入ってしまったな。こう走れるのかな？走るのどうなんだ？ああ間違えた。バツでアイテムとかか。違う。ゲーム終了しちゃダメだ。違う。どれで走るんだ。あ、シフトで走るの。なんか倒れてない？あ、人が倒れてる。これは人の死体？何なの一体。普通にさ、人の下見てこの子驚かない。もうはい、周りは暗いし迷わないように目を残しておこう。これがセーブですね。はい、じゃあセーブしておきます。じゃあセーブとかは前回というか鏡獣島とかと一緒ですね。
取っ手がロープで固定されている。あ、開かないが先に入ってた。何か書いてある。開けるな、奴らがいる。奴ら？あ、新聞記事。2003年行方不明者急増、1ヶ月で10人以上か。そんなに？15年も前の新聞。その頃からこんな状態なの？こんって言っちゃったの。え、どうしたらいいの？なんだこの初回で積むみたいな。これは何ですか？あ、こっち行けた。うわー、もうすでになんか怪しいとこあるね。何ですかこれ。肉に包丁が突き立てられている。何の肉に？すごい音したね。ずいぶん錆びてる。頼れる相棒とは、いかなそうね。この子は、やばい。やば。いや、もう走ってますよ。やばいやばいやばい。じゃあ、やつらが来るって。いや、もう、アイテム。あ、これでもん？あ、なんか書いてあったな。まあいいや。さあ、どうやっていくか。あ、こっからか。2002年6月4日、愛子。本がずらりと並んでいる。あれ？一冊だけ随分隙間が空いてる。あー、ここでなんか本入れる感じかな。うっ。写真？古い写真ね。驚きすぎだよ。さっきの化け物、まさかこの窓を割って？おー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 、あ、セーブでできるの。セーブしときます。ん？なんかカバンとか、カバンじゃないの？なんかあるの？突然出てくんな！何？あ、怪しいものじゃない。怖がらないでくれ、頼む。いや、そういうやつって大体怪しい。あ、あなたは？俺は記者だ。ここで取材をしていた。そんなことより君はなぜこんなところに一人で？っていうかさ、さっきでっけえ化け物入ってきたでしょ、ここに。あの、私はここにお姉ちゃんを、あ、ね、姉を探しに来たんです。お姉ちゃんも記者なんです。記者の姉？もしかして君は桜子の妹？お姉ちゃんを知ってるんですか？私、妹のゆいです。一緒に取材に来た仲間だ。だが、あの化け物にさらわれてしまった。さらわれた？そんなお姉ちゃん。ひとまず落ち着こう。全部話すよ。なぜ俺たちがここに来たのかを。窓見ながらさ、悠長に話してるとこあるの？俺たちは15年前から多発している失踪事件について調べてたんだ。そして多くの目撃証言がこの近辺で途絶えていることに気づいた。すると桜子さんが急にここを調査しようと言い出したんだ。お姉ちゃんがここを？ああ、彼女はすでに何かを掴んでいたらしい。でも俺には教えてくれなかったよ。そして忍び込んだのが昨日の夜。そしたら突然あいつに襲われて。そうだったんですか。ゆいちゃん、一緒に桜子を探そう。そして一刻も早くここを出るんだ。一人では危険すぎる。俺も君もだ。協力していこう。はい、一人より二人ですね。よろしくお願いします。よし、そうと決まればここにいても仕方がない。どうした？
おかしい、さっきまで、おかしい、鍵がかかっている、さっきまで開いていたはずなのに。いや、それ化け物が通ったからじゃないの？化け物がちゃんと丁寧に鍵かけたんじゃないの？ここを開けないと先に進めない。何か方法があるはずだ。手分けして探そう。わかりました。よろしくな。これは？なんだこれ。ああ、取得する。本の置物を入手した。はいはいはい。じゃあさっきのとこだな。なんかゴキブリかなんか知らないけど、すげえなんか、アイテムで本の置物。おお、開いた。一人で行くべきか、一人で行くべきじゃないかな多分。どっちにしてもあいつはついてこないだろうし。あ、これあったな。なんでこっち、うえ、こっち、なんでこっち見てた、なんでこっち見てんの。これは何かしら、雲の鍵。はい、追いかけられそう。これ行き止まり、いえ、きっとどこかに道が。いや、道は探したけどさ。これ出たらさ、追いかけられそう。常に警戒しとかな。何か見つかったか、ゆいちゃん。ありました。向こうの部屋に雲の鍵を渡した。なるほど、すぐに試してみよう。どうだい、開いた。この先何があるかわからない、気をつけろ。よし、行くぞ。よし、はぐれないように気をつけて。いや、暗いんだからさ、そんな先に行かないで。おい、あれは、あれはお姉ちゃん。おーおおちゃんと鍵かけるのね。クソ、閉まってる。何なの一体、わけがわからない。ゆいちゃん落ち着いて、きっと大丈夫だ。そう、さっきみたいにきっと開けられる。どうしてお姉ちゃんがこんな目に。一体何が起こってるんですか。あなたは、そしてお姉ちゃんは何を知ってるんですか。それは、俺も以前同じことを尋ねたんだ。何のためにここを調べるのかと。彼女、初めは話すのをためらっていたが、やがてとつとつと語り出した。この館では秘密裏に人体実験が行われていて、失踪した人たちはその実験に利用されている恐れがある。そう言われた。あ、これさ、教授棟とつながってんのかな話。俺も記者の端くれ、桜子さんにしてはつまらないネタを掴んだと思ったが、桜子さんの読みは当たっているのかもしれない。すべてはあの化け物を生み出すための計画だとしたら。何の音ですか。なんだ、何か妙な音がした。まだここは危険かもしれない。急ごう。はい。何かをはめるくぼみがある。こいつさ、この危険な場所でさ、ようペラ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 喋るね。蜘蛛の巣、ひどい。わあ、なんかすげえ。あ、これぶら下がってんのか。あ、なんか、あ、クランクね。クランクを入手した。それは？よし、他に目ぼしいものはないな。ひとまず戻ろう。急げ。こいつ何もせん。ああ！うわ！助け、ゆいちゃん。いや。そんな、今のって雲でしょうよ。ああ、
なんか知ってそうだったのに。オッケー。あ、そこが開くの？隠し部屋？どうしてこんな。ん？あ。だからなんかライトみたいなものがないからさ。ああ！ええー！戻れなくなった。ああ、開くのかい。なんだよ。戻る、あ、明るくなった。え？これ何ですか？とりあえず、なんか読もう。緊急日誌。2002年11月、ああ、間違えた、やばい。やばい。2002年11月21日。研究は難航中、〇〇の注射後およそ10分に雲は激しく暴れ、肉体がみるみる肥大化した。筋肥大の症状は人体でも確認できるが、生物によってこれほど差異があるとは、研究を重ねれば将来的には全く新しい生命を生み出す可能性もあるだろう。研究？あの雲もこれで？なるほどね。はい、じゃあセーブしておきます。はい。先進むか。なんだろう。ひどい匂い。何かのリスト。2003年5月20日、男性肥満。なんだ。油臭あり。2003年5月9日、女性、白人、痩せ型。2003年丸月10日、使用女15歳前後。2003年5月、5月何日、絵画、はい、終わりでーす。これ、もう終わってんじゃない。鍵棚に鍵が逆立っている。鍵を取りますか。はい。あれ、な、なに、やばい。じゃ、ロッカーアウトラストみたいに、ロッカーダメだ。あー、やばい出てきた。やばい、早く、あー、やばい、あー、逃げられない。やばい助けて、やばい、死んだな。You are dead. はい。死んでしまいましたね。じゃあ、進めておきます。はい。何？うぅ！何回でも驚くよ。やばい。なんでこいつ斧持ってんのって話だけど。早く。オーケー。まだ追ってくる？さっきの鍵で。おー。まだ来るの？ちょっと。まだ来たのかよ。はい。じゃあ、さっきのとこまで進めてきました。はい、もう、2回死んでんで、2回死んでるんで、もう死にたくない。とりあえず。もう逃げる。とりあえず逃げる。はい。はい。もう分かってるでしょ。はい。やばい。さっきの鍵で開けて、こっちか。よし。あ、鍵閉めた。あー、一
一段落できたのか。なになになにこれ。ここなら中に隠れられるかも。はあはあ。部屋の中にあいつの気配がする。見つかったら死ぬ。死を意識した瞬間、恐怖の記憶が鮮烈によみがえる。恐怖に身を震わせながら、暗闇の中ひたすら息を潜めた。それからどれぐらい経っただろうか。気がつけば周りは静かになっていた。化け物の気配も消えている。私は勇気を振り絞り、目の前の扉を開けた。うわー、めちゃめちゃにされてんやん。されてんやんって、どこの言葉だまあいいや。ここは？立派な豪邸。血だらけ。おい、これは一体誰？いや、自分が誰あなたは？一体こんなところで何を？私、ユイと言います。行方不明になったお姉ちゃんを探してるんです。そう。それであなたは？あなたと同じよ、あなたと同じよ、人探し。あ、それであなたはっていうのはユイが言ったのか。悪いことは言わない。ここから立ち去りなさい。こいつ怪しいな。こういうこと言うやつ大体怪しいもんね。あなたも見たでしょ、あの化け物。見たけど。私だってそうしたい。でもお姉ちゃんが。それに、どうせ、退路は塞がれた。そう。ねえ、この扉、怪しいと思わない？怪しさ満点やね。え？どうしてこんな厳重に？それにこの血痕。奴はこの奥にいる。きっとあなたのお姉さんもね。お互い死なないように頑張りましょう。めちゃめちゃフラグ立てるやん、この女の人。お姉ちゃん。怖がってる暇はない。今やれることをやるしか。はい、じゃあやれることを言ったら、やれることと言ったらセーブですけどね。はい、じゃあセーブしまーす。え、どこ行った？あ、いたいたいた。扉を開ける方法を見つけましょう。あの化け物が来る前に。この、なんか赤いの、どういう意味なんだろう。これは？あ！これはかわいそうに。死の間際はここへ逃げ込んだのかしら。え、閉めんのかい。なんだこう、なんか何の音ですか。なんか音したね今。ん、人の死体だ。ひどく欠損している。調べられないね、ここら辺は。なんか食べより音するけど、なんか食べより音するけど、誰かいる？いるでしょうね。なんかメールの写し、地下室の改装工事が完了しました。セキュリティの関係上、入り口からは一方通行となっておりますのでご注意ください。なお鍵、扉の鍵ではなお扉は鍵ではなく三分割された石板を所定の場所に置くことで開くようになっております。厳重なセキュリティが必ずしも武骨である必要はありません。デザイン性と安全性の両立を ご自身の目でお確かめください。用紙の隅に手書きの文章がある。セキュリティを強化してくださったんですね先生。ようやく脱出した危険体を追い回す日々から解放されます。迅速な対応に感謝します。で、何がムシャムシャ言ってんの。
うわ、いや、普通に声かけるんだ。あの、すいません。あの、私、お姉ちゃんを探してて。いや、普通話しかけないだろ。怪しいと思わないの？いやいやいや、何を？それがそう、そりゃそうだろ。あれは人を食べてる？おー、ちょっと待って、マジ。さっきのは一体、人を食べてた。あ、奥になんかあったな。もしかして。あ、巡回してるな。やばいやばいやばい。いける。取得した。いけるか。いけたな。だいぶ余裕だった。余裕だったけどさ、あの死体調べたな。あ、もういいか。死体は何もないと信じよう。あ、てか、あの女の人いないじゃん。石板ってどこか。立ち入り禁止、立ち入り厳禁。ここか。悪いくぼみがある。よし。おう。ちょっと開いた。ああ、そういう感じ？動いた。でもまだ足りない。はい。伝言メモ。2002年6月21日、あの子の容態は相変わらずだ。固形物を飲み込むことさえ辛そうだ。食事には十分な注意を払ってくれ。僕はあの症状を見たことがある。もしあれがアルドビア出血熱なら、あの子はもう、あ、アルドビア出血熱ってなんか、教授等で見たな。文字は霞んでいて読めない。書き手は泣いていたのだろうか。これは中に鍵が入ってる。開かない。パネルを操作しますか。あ、もう全然意味が分からないやつだ。ん？あー、一筆書きか。簡単だったな。ロックを解除した。この鍵はコウモリ。ああ、あったな、コウモリ。窓は高くて届きそうにない。いや、このこいつでさ、この段ボールで脱出できないの？登れるだろ。もうなんかすげえ嫌な音した。開かない。向こう側から施錠されているようだ。うっ、はい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 。普通にいたな。あー、巡回してるね。とりあえずセーブしておきましょうか。セーブしまーす。なんで？ではあいつおっせえな。恐るに足らないか。やばいやばいやばい。とりあえず巡回というか回ろう。恐るに足らんな。やばい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 、危ねえ。よし。全然よしじゃないやん。You are dead。 はい、進め。よし、はい、開けました。じゃあこっから行ってみたいと思います。研究日誌。2003年2月28日、数々の実験を重ね、ついにあれが完成する。あれには世界を変える力がある。何ですか、あれって。ナンバー37。
成功完治2003年2月28日。これは幼い頃のお姉ちゃん、どうしてそれに成功って。ナンバー21死亡2002年11月18日。ナンバー22死亡2002年11月21日。23死亡2002年12月7日。2002年ってことは日韓のワールドカップだな。まああんまり関係ないですけど。あ、なんかあるの？取得？はしご？はしご？ああ、あったな、あそこだ。どこいる？あー、来てるね。さっきは恐るに足らないとか言ってごめん。恐るに足りたわ。でもそんなに怖くはない。あ、違う違う、ここだ。高くて届きそうにないはしごを使います。よし、いけた。ここは？え、調べられないの？思いっきり調べられそうだけど。じゃあ調べられないのか。本棚には教科書、少女漫画。この館にも以前は私と同じ普通の少女が住んでいたのね。それなのに一体この館で何が？いや違うんよ。ああ、ちょっと待って、なんか登ったりできないの？違うって。あの上のやつが読みたいんやけど。あ、はしごか。あ、なかった。いや、うわー、いるのか。みんな食べられてる、ひどい。向こうから施錠されている。開くのね。ん？今にも動き出しそう。やめてくれん、そういうこと言うの。え、長針のない時計だ。文字盤の上部に赤い宝石がついている。おう、綺麗な宝石。ある男の式。研究中の〇〇、未だに成果は見られず、ウイルスを自在に操れるようになれば、成功すれば世界は変わる。他の国も喉から手が出るほど欲しがるだろう。急がなければ。開かない。もうなんか今にも動き出しそうとか言うのやめてくれん。ていうか、あの赤い宝石取るんだろうな。ひどいありさま。いけるんだ。見取り図。おー、ありがたい。あ、すげえ分かりやすいな。現在地で、あ、じゃあ上の図書館にあるじゃん、1個。とりあえず行ってみるか。え、その前にセーブして。セーブしました。あ、あ、あ、あった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 。え、あ、行けないの？なんかで塞がれてんのか。あ、塞がれてんな。8。あ、ここはちょっとまだ意味ないか。ん？あ、とりあえず上に行くしかないのか。あ、ここも8だ。この長い廊下嫌だね。置き手紙。なんだ。2003年、愛子が亡くなってから全てが変わったわ。あなたのやり方は私には理解できませんでした。ごめんなさい。メモの端に震えた筆跡がある。後悔はいつも遅すぎる。すまない。
あった。8。パネル操作しますよ。あーな、すっげえめんどくさそう。どういったらいいんだ。こう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 か。で、あ、できた。よし。はい、ロックを解除した。今んとこ順調だな。めちゃめちゃ順調のような気がする。あれ？電気消えてる。おーい、ちょっと待って痛ねえ、おらんくなった。いやー、これ下から行くべきか。いや、蜂はあるんだけどさ。開けたよ。いや、なんか怖いね。下から行こう。どっか蜂あったよね。蜂どこだったっけ。あ、蜂向こうだ。違う違う違う、行き過ぎた。あ！あら、その後の展開は。あ、進展は。え、大事なことが。屋敷にある石板のまあ破片みたいなことか。それさえあれば地下へ行けそうです。地下？石板、そう、まさかそんな仕掛けが。あの、人探しに来たと言ってましたね。その方も行方不明で。いえ、私の目的はこの屋敷の主人、石井吉郎。この惨状、化け物、あれはきっとアルドビアウイルスによるもの。ほら、やっぱり繋がってんね。アルドビアウイルス？人を人でなくし、最後には死に至らしめる恐ろしいウイルスよ。そして石井吉郎はそのウイルスの研究を行っていた。そういえば、各所に研究の痕跡があった。じゃあその人がウイルスであの化け物を作って、それを確認するために来たの。吉郎を探し出せば明らかになる。あなたのお姉さんがさらわれた理由もね。あなたは一体どうしてそこまで。無駄口を叩いてる暇ないわ。こいつ吉郎の多分娘とかじゃないの。まあ推測ですけど。あの人は一体、いや多分娘でしょ。はい、よし、鍵を開けた。あ、ちょっと待ってこっち一旦セーブしとこう。よし、全部開けたからね。もう食ってますよ。やばい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 。あー、はい、もう一回何々をします。はい、戻ってきました。ちょっと一旦下はやめて上に行きます。上も上でやばそうだけど。妻への手紙。君が出て行ってからもう1週間になる。空に虹は何度でもかかる。愛子が亡くなった時そう言って君を励ましたけど、僕はあの日からずっと虹を見ていない。君の影響で始めた絵画ももう描けなくなった。あるのは後悔ばかりだ。会いたい。あ、外に出たの。中庭的なことかな。まあ多分どっちにしてもさっきのとこは行けなかったかな。ん？
配線コードだろうか、2色のコードがはみ出している。アイコよ、我々の心の中に永遠に。アイコって誰？もうアイコって言ったらもうあの少し背の高いしか思い浮かばないけど。あなたのなんだっけ、まあいや。これだけ？何もないの？開かない。あ、蜂ね。はいはいはい。よし。全然見てなかった。ああ、戻ってきた。ていうか、こいつの問題解決してないの？長身どこにあるんだ？鼻のくぼみ。とりあえず見つからないようにちょっとこの先どうなってるかちょっと見てみましょうか。危ね。あ、手に入れた。こっからだ。下にいるから。おはい、やり直します。やばい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 。あー、うっそ。こいつらさ、またかよ。はい、戻ってきました。なんかすんなりいけたな。どうした？一応セーブしとこう。何？何が落ちてきた？はい。あ。はい、じゃあ長身使います。長身のない赤い宝石つい、ん？長身のない、時計だ。文字盤の上部に赤い宝石がついている。綺麗な宝石。長身をはめた。あ、はめるだけでよかったん？赤い宝石を手に入れた。うるさいうるさい、もう。はい、じゃあもう一回セーブして、いい感じには多分進んでないな。やばい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 。おお、こっち見てる。あれ？ああ、危ねえ。ちょっと待っ、やばい、危ねえ。やばい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 。どこにいるの？最初。あ、なるほどね。壁に宝石のようなものがはめ込まれている。オッケー。早く。あ、セーブします。オッケー。あ、そこ開くの？あとはこれをはめれば。
ばいやばいやばいやばい。うわーうわーちょ予想外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 やばいやばいやばい。やばい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 。やーす地獄あーやばい。あー死んだ。しょうもない死に方。よし。よし。あれ？あー、取ってない。あー、もう死んだ方がいい。取ってないってなんだよ。はい、でこれでセーブしときましょう。はい、セーブします。オッケー。いいよいいよいいよ。大丈夫大丈夫大丈夫。落ち着け落ち着け。全然大丈夫大丈夫全然大丈夫全然大丈夫。さあこっからや。全然大丈夫だから全然大丈夫。落ち着いてやれ落ち着いて。こっち来ないで。なんだこいつら。映画でも見てたのか。いたのそこ。これちょっとひどくない？結構ここポイントだな。ここまではいいよ。ここまではね。ここまではちょっと相手の動きをよくちゃんと観察してみろ。鍵を外した。オッケー。あーこれで大丈夫な、大丈夫のはず。大丈夫ならいいけどね。それでは、いじゃあ1個つけて。オッケー。はい、じゃあ一旦ここでセーブします。よし。はい、じゃあ一旦ここで終わりにしたいと思います。ちょっとだいぶ死にましたね、また今回も。はい、じゃあこれで、一旦終わりです。じゃあご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。じゃあこれで失礼します。さよなら。